全国1億2000万人の50肩でお悩みの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。実は先日アップした動画、こちらの背面レス化計画、ランクル80背面レス化計画のエンディングでちょっとお話しさせていただいたんですが、ある事件が勃発しちゃったんですよ。実は50肩になってしまいました。いやー、もう肩が上がらないんですわ。いつ頃からですかね。スコップホルダー、いやジェリカンホルダーをこうやって組み立ててるぐらいの時期からですかね。なんかこの辺が痛かったんですよ、ずっと。なんでかなーなんてずっと思ってたんですよね。結構仕事でも重たいものを持ったりもするので、まあしばらくすれば治るだろうと思ってたんですが、日に日に痛みが増してきちゃいまして、この間病院行ったんです。50肩でした。しばらく作業系の動画は無理です。結構こうやってグラインダーかけたりとか、あとペーパーかけしたりとか、結構シコ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 手を動かすんですよね。まあ缶スプレーでこうやって塗装したりもそうなんですけど、まあ、こっち私もともと左利きで、まあ利き手も左手なんですが、字を書いたりご飯食べたりするのは右手なんです。まあその関係で途中で直さされた関係でちょっと箸もうまく持てなかったりもするんですが、結構普通の方よりも、まあ肩つってもこのこっちの肩じゃないですよ、普通の人よりも利き手以外の手、まあ普通の方は右手で右利きですよね、一般の方は。まあ一般の普通の方、まあ普通か普通じゃないかって、左利きが普通じゃないって言うつもりはないんですが、右利きの方よりも、右利きの方よりもこの利き手じゃない方の手を使う頻度が高いと思います。まあご飯を食べたり字を書いたりする以外にも結構上手に使えるんですね。なので結構酷使してしまったのかなと思ってます。まあ全く動かないわけじゃないです。痛いんですけど、まあ上がることも上がるんですが、かなり痛みを伴う感じですね。まあ 10% から 15% ぐらいの人がなるらしいです。あと女性の方が多いっていうふうにネットなんかでも書いてありましたね。まあなんで私がと思うんですが、私全然頭がこうやって薄くなったりとか、あとちょっと太ってきてお腹が出ちゃったりなんていうのは全然気にしません。だってしょうがないですもん、もう年取ってくれば。ただ痛みが伴う、まあ、作業とかこの普段の生活に支障が出るっていうのは嫌ですね。特にね、私 YouTube 楽しみなんです。実は唯一の、まあ唯一じゃないんですけど、楽しみ、この動画を作成して投稿するの楽しみなんで、それにちょっと制限がかかっちゃうっていうのは悔しいですね。まあこれからもやりますよ、いろいろ作業系。まあハードなことはできないんですけど、 DIY 的なものはやっていきたいと思います。ただこれ背面レスが終わった後、この自転車とか、あとポッケバイクとかもやりたかったんですが、それはちょっと厳しいですね。塗装とかやっぱりこの磨き系が入るんで、あとグラインダー系とかも入っちゃうんで、ちょっとまあ楽しみにしていただか、していただいてた方申し訳ございません。本当ごめんなさい。結構言いますよね、時間が経てば治るって。まあそれがまあ何週間かかるのか、何ヶ月かかるのか、まあ、何年かかるのかっていうのは分からないんですが、時間が経てば治るっていうことなので、そんなにまあ悲観はしてないんですけど、はあ年取るといろんなことが起きますよね。もうまあこれからの人生悔いなく生きていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。マジで言いてんですけど、まあ、ご視聴ありがとうございましたって言ってから、まあ、こんなこと言うのもなんなんですけど、やっぱね、仕事に差し支える
のはいかがなものかと、まあ、休みの時はなるべく休んで、まあ、仕事はきちんとやっていかなきゃいけませんからね、生きていくためには。ただね、もう、もう。じゃあね、バイバーイ。